ここからちょっと今日、えー、京都でお示しをしたいのは技術として文楽。 から少しし学ばしたものでございます、まあ、皆さん文楽のご専門家であれば何をとおっしゃるようなものかもしれませんがいくつかの人形遣いがいてそしてその人形遣いが見えるという形になっていきます。文楽の中では 見えるそのマスターそして2番手は黒子になっていいるという形ですでそこから発見をしたのはダブルパフォーマンスパペットとそしてパペットを使う人これが戦いになっていくと非常に重要になっていくということであります。そして顔のドローイングここで2つをするんです。 風、顔だけではなく、それを見て、何か新しいものをここに見ていくと。同じように。 パペット人形を見た時にある意味ではこれはまあ木の彫刻だとでもその中でその中に命を感じるということがありますですからトリプルルななパフォーマンスででですすねダブルではない3重の活動があると一つはマニピュレーター人が使っている人形を使っている人を見るでその人は。 動かしているわけですね人形をだからオーディエンスはマニピュレーターを見て人形使いを見て人形を見るとこうやって動かしている動かされている方の人形ですけれどもそれがまたオーディエンスを見返すとその時に3つ目のことを観客はするんです 木を持っている人形遣い、ただ、この動き、ここに命がある、後ろにいて、パフォーマンスを見ている自分がある。 私自身がこの木が命があるというふうに感じるということです。ここがその幻惑するということですねだまされているというここが非常に重要なポイントになってきますお客にとってもそうなんです。顔だ 黒い線の集まりではなくて顔だと思う時と同じような感じです。ちょっとこのままにしていただいてこれが何なのかのをちょっと簡単に紹介しますジョージ・ブッフナというドイツの人ですがウォッツェック」というものを1860年に書いています。えー 軍の中の兵士のことを書いていてボスに捕らえられてひどい目に遭っている人でありますそして最終的には自分の妻を殺して自分も滅ぼすということをしているんですけどボイチェックというのはキャプテンのためにテーブルの上に何かを置いている。その中には 自分のボスのためにちゃんとやってるかどうかといったことを心配しているその不安がそこにあるわけですそういうテーブルの上にその不安を乗せているという話ですけれどもそのドイツの19世紀の劇を持ってきてそれをヨハネスブルグの現代に置き換えていますこういう言葉言語があるということを人形劇の 一例でご覧いただきます1992年に作ったものでありますので既にもう数年経っていますそしてしばらくこういう人形劇に関わってからオペラも行うようになりました同じ原則であります。人形劇と 歌手歌いてというふうなことと同じことをやっています人形使いが人形に集中する観客の方じゃなくて人形に集中するということと同じで今度同じことを歌手にも求めてみてました歌手が人形使いと同じという考え方でありまして観客に向けてではなくて人形に向けて歌うという形でそのパフォーマンスをパペットに向けて人形に向けて 行うそして人形がそこから観客に向けてそれを伝えるという形でオペラを作ってみましたまず歌手とプロジェクション大きな大掛かりなプロジェクションで行ってみましたそのプロダクションそのものの一部はないんですけれどもリハーサルのプロセス そして、その制作の一部をご覧いただけると思いますのでデミテル・ショストビッチのオペラで「花」と呼ばれているものがありますけれどもこれはニコラ・ゴーグルによるロシアの作家によるものですがある朝起きたら自分の花がなくなっていたという男の話であります。そそしてその そこから取り出したものを見ていただきたいと思いますけれども、えー、これとブックナと同じで20世紀の1830年から60年代に作られたのがブックナのものですがそれと、えー、非常に20世紀になった今もショスタコビッチのオペラには似通ったものがあります。